The Aizu region is located a few hours of a train ride north of Tokyo. And for me, this is like a hidden gem. I can guarantee you will not see too many tourists there. But today, I'm here not to talk about sightseeing. I'm on my way to meet my son.私は芸者になって今年で14年目です。祖母母私と3代続いてきてるこの商売なんですけども、いい芸者さんっていいろいろそのお客様によったり人によったりでその何がいいかっていうのは人それぞれだとは思うんですけども、その日お会いしたお客様のためにどれだけこう気遣いができたり心遣いができたり、その人のためにこういかに一生懸命こう尽くせるかなっていうことができる方はいい芸者さんになる素養があるんじゃないかなとは思います。私がこの職業を選んだきっかけは、母もそうですし祖母も同じ仕事をしていまして、小さい頃から親しみのある仕事ではあったんですけども、きっかけがありまして、お稽古ごと踊りだったり三味線だったり鳴り物といったお稽古ごとを高校時代に始めることがありました。Ever since I started traveling to Japan and getting to explore the people's culture and traditions, I had long wanted to meet a real geisha and hear her story. My son is the third generation geisha in her family. A geisha is a Japanese woman who entertains her clients through performing the ancient traditions of art, dance, singing, and music.私がこの仕事をしている中で一番大切にしていることはお稽古、芸事、芸をするときに何でしょう、その例えば踊りだったらその情景が伝わるようなとか、その曲のその伝えたいこと、作者が伝えたいこととか、そういうことがお客様になるべく伝わるように、そういったお稽古の仕方をさせてもらってるし、自分でもその例えば一曲を仕上げる中で歌詞を勉強したりとか、そういうことをして伝わる、人に伝わるようなこう意味が分からなくても、あいいなとか、こうあこれは何かをこうこういうことをイメージしてるのかなって分かってもらえるような芸を披露できることを仕事の中では一番大切にしていて。 The word geisha consists of two kanji, gei meaning art and sha meaning person. So in essence, a geisha can be defined as a performing artist.お仕事に行くときに着物に着替えたりこうお化粧し始めると私プラスになりますねなんか普段こうどちらかというとあんまり社交的じゃない方だと思うんですけど、コミュニケーションを普段よりも取れるような感じにもなれますし、冗談を言ってみたりこうちょっとそれこそ女優さんになったような、こうその時は特別な私になれるような気分にはなれるので、衣装だったりカツラだったりお化粧だったりはとってもこだわってつけさせてもらってます。フィニッシュ。
がとうございます。よろしくお願いいたします。The personality of a geisha varies depending on what part of the country you are in. Geishas from the Aizu region are known to be friendlier and more outgoing than those from other regions and more cherishing towards their clients. ありがとうございます。すいません、お願いします。頂戴いたします。おいしい。ありがとうございます。と思うところがあるかといえば、どちらかというとそういう芸術的な才能は多分ほとんどない方で、踊りなんかも多分人の倍やらないと身につかないような、多分どちらかというと不器用な方だとは思うんですけども、特に踊りとかそういうものを舞台で披露するときにはその曲に入っちゃって周りがこう見えなくなるぐらい、こうなんでしょう、こうのめり込んでいくようなところがあるので、そういう点ではもしかしたらアーティストなのかもしれないですよね。I've only had a few hours together with my son, but I was deeply impressed by her professionalism and willingness to preserve an ancient profession and tradition, even on the expense of personal life. you